シネックス坪地和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第4回1969年はロックというテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1969年という時代はウッドストックロックフェスティバルが行われた年です。これはアメリカのカウンターカルチャーを象徴する出来事だと言われています。日本人でもこのフェスティバルに行った人がいます。フライドエッグというバンドの鳴茂茂さんがウッドストックに行ったということはよく知られています。この方は日本のロック黎明期から活躍された方なんですけれども、グループサウンズからニューロックというような変遷の中でギタリストとしてそのシーンを牽引していった方なんですね。それで例えばチョーキングといった技術も当時はレコードでは聴けても、実際に現地のイギリスやアメリカのミュージシャンを見る機会は非常に少なかったわけで、日本ではこの鳴茂さんなどが発見するような形で楽器の演奏技術が進んでいったわけです。話が戻りますが、カウンターカルチャーというものの高まりの中でロックミュージックというものも同時に盛り上がります。まずカウンターカルチャーというものは、抽象的に言うと既存の枠にとらわれない表現であったり、政治活動であったり、あらゆる事象に及びます。第二次世界大戦は犠牲者が一説には世界全体で8500万人と言われていますが、それ以降数年間に爆発的に人口が増えました。ですからある時期に大量に生まれた世代が若者として発言力を増していった時期だったということです。第二次世界大戦は1945年に終わっているので、そこから24年が経過して、戦争で戦った人たちは大量に死んでいますし、若者はそうした中で社会の不条理に対して変革運動を起こしていくということを多数派であるという事実を背景に試みたわけです。例えば1968年に長崎県佐世保市に原子力空母エンタープライズが寄港するといったことが起こっていて、これを寄港させるということは日本あるいはオラガ町がアメリカのベトナム人の人殺しに協力するということになると捉えて反対運動をするわけです。主権国家として他国の軍隊を寄港させるというようなことは通常ありえないんですが、日本の場合は常態化しています。しかしこの時点では反戦的側面、反核的側面、そして自主独立運動として人々は活動しています。自らの無意識、見て見ぬふりをすることが結果的に人殺しを容認する態度であるという意識を当時の若者は持っていたんですね。時代は変わりますが、ゴッドスピード U ブラックエンペラーというカナダのバンドは、2003年にリリースされたヤンキー UXO というアルバムで、ジャケットの裏に巨大な音楽レーベルの利益が結果的に軍産複合体の資金になるということを指し示しています。このバンド自体が9人編成の政治的集団であるんですが、人気が出てくるに従って内部で葛藤があったようです。このアルバムがリリースされた時にはテロとの戦いと標榜してブッシュ政権がイラクを爆撃していた頃ですし、それは必ずしも人道的ではなかったんですね。そうしたことに素早く反応した結果だと思います。ちなみにこのゴッドスピード U ブラックエンペラーというバンドは演奏前に裸のラリーズを流したりしていたようで、今後また言及したいと思っています。そうした時代の中でロックというのは社会変革と親和性が高かったんですけれども、それはなぜかというと、あまりロックの歌詞だとか演奏様式などにはルールがなかったからです。もともとはブルースなどの黒人音楽から発展していったんですけれども、その中で最も重要なものがギターという楽器です。ギターという楽器は演奏の簡単さだとか持ち運びのしやすさだとか、あるいは演奏方法などの拡張性の高さから爆発的に普及しました。特にエレキギターというものが発明されてから、ギターの原振動を電気信号にして増幅することでより大きな音を出すことができるようになりました。裸のラリーズの水谷さんもまさにこのエレキギターによる拡張性を存分に生かして様々な音を出したわけで、こうしたエレキギターによる音の多様性はそのミュージシャン個々の演奏を特徴づけるまでになるわけです。それでウッドストックに話を戻しますと、そのコンサートの鳥で演奏したのがジミ・ヘンドリックスさんです。この方がギターの演奏方法としては現在に至るまでの方法をほとんど全て演奏してしまったと言っても過言ではないのですが、この方の出自だとか歴史だとかについてはたくさんの本も出ていますし、そこに譲るとしますが、ジミ・ヘンドリックスとアメリカの光と影という本が歴史の中における彼の特異性がよくわかる本だったので、興味のある方にはおすすめです。一つだけジミ・ヘンドリックスさんの演奏方法について言及しておくと、彼自身が兵役に就いた経験があるんですが、マシンガンという曲があります。
大体10分くらいに及ぶこともある曲なんですが、中間部でインプロビゼーションがあって、その時にギターを使ってそのマシンガンとか爆撃音そのものを表現しています。それらはエレキギターの音像の拡張のための新しい技術、例えばファズですとかビブラートといったエフェクターと呼ばれる主に足で踏むタイプのペダルが開発されていて、そうした技術革新なくしてはできなかったものなんですね。ちなみにビブラートは日本の新鋭というメーカーのものをヘンドリックスさんは使っていたようです。これら音響技術も元はナチスドイツによる党大会などで広大な範囲隅々に音を行き渡らせるという目的によって発展していったところがあり、そういう点ではプロパガンダマシンの平和利用というふうに考えてよいと思います。ヘンドリックスさんの演奏の革新性について補足すると、ビブラートをするために付けられたトーンアームを制作者が全く想定していなかった方法で使ったりしたことで、レオ・フェンダーさんというギターの制作者は初め怒ったそうです。しかしながらエレキギターという楽器が内包していた現象学的な意味での地平にヘンドリックスさんが最も近づいたということは言えると思います。またこの頃は大麻や LSD といった向精神薬を摂取して精神を拡張する中で理想とする世界に到達できると無邪気に信じられていた時代でもあったわけです。こうした向精神薬は音楽との親和性も高いですから一緒くたに語られがちですが、例えば平凡な人間が向精神薬をやったところでいきなり素晴らしい音楽を作るということはありません。素晴らしい音楽を作ったり演奏したりできる人は薬をやろうがやるまいができるし、できない人はやろうがやるまいができないんですね。こういったものは最初の体験が一番感動的で、特に感受性の強い人ほどその経験が強烈でしょうから、優れた感性の持ち主が向精神薬で新しいビジョンを垣間見たということはあったかもしれません。しかしビジョンの具現化には強い忍耐力の方を必要とするので、例えば音楽であったりあるいは理想世界であったりというものは共同作業と忍耐と妥協の産物であるということは留意すると良いでしょう。日本に話を戻しますが、1969年くらいまでの間はグループサウンズというものが流行していたんですね。それはビートルズが来日公演をやったのが1965年なんですけれども、そういうまだ芸能的な側面の強い頃のエレキギターを持った音楽グループというものの始まりです。そうした方たちはステージでは外国語のアメリカとかイギリスのグループのカバーをやっていたんですけれども、レコードを出すという時に作詞家が作った日本語の曲を吹き込んだというような現象があって、その頃のグループサウンズの歌詞の傾向としてはロックというよりもむしろ少女向けのアイドルなどと親和性の高い世界観を持っています。それはグループサウンズが若い女性に非常に人気が高かったからです。しかしながらオリジナルの日本語詞を歌うグループサウンズのグループも出てきておりまして、例えばジャックスというバンドの早川義雄さんなどは、お前はひなぎくという曲では、俺はお前と寝たいだけというような身も蓋もなく素晴らしい歌詞も生まれています。この曲は当時でも放送コードに引っかかるので吹き込みができないということが当時のライブアルバムの MC で語られています。ちなみにそのライブアルバムは当時のファンクラブが作ったもので自主制作なのですが、ジャケットも見開きでアウターやポスターもついた大変に豪華な作りで非常に希少価値の高いものです。それで1969年頃は戦術のナルモさんなどフライドエッグですとか、あるいはフラワートラベリンバンドをプロデュースした内田裕也さんなんかがあくまで英語の歌詞でロックをやっていこうとするわけで、この方たちは非常に演奏技術が高いですし、歌詞は英語でどうせ聞き手は日本人で大して意味もわからないでしょうから、名人芸のような演奏に力を向けるわけです。先ほどのフラワートラベリンバンドがキングクリムゾンのカバーをしているのが良い例ですね。他方、日本語でどのようにロックするのか、日本語をどうやってロックに乗せるのかという試みもされていたわけです。細野晴臣さんがエイプリルフールというバンドでレコードデビューをするのが1969年です。ボーカルは小室仁さんですが、歌詞はほとんどが英語なんですね。話はそれますが、細野さんという方はその著作を読んでいると常に自分の立ち位置というものを探してふらついているように見えるんですね。アイデンティティの所在を探しているように見える。音楽は好きだからいいんだけれど、どうも演奏しているその音楽が自分を表現しているように思えない。自分らしさといったものの表現を模索してたくさんのジャンルの音楽を作るんですね。そうした迷いが後の大衆音楽に非常に深い奥行きを与えたというのは現在でも評価して、しすぎるということはないと思います。
その初めは母国語でもないのに英語で歌うバンドだったわけです。それでは水谷さん率いる裸のラリーズですが、初めから日本語で行こうというのはあったと思います。オリジナル音源での1969年の演奏だと思われるものは、例えばマイコンビクションという曲なんかは比較的ロックマナーですけども、くるくる回るシャボン玉という歌詞で始まる曲なんかですと非常に内省的なフォークソング前としているんですね。ですからこれは水谷さんの元々の興味が激しいロックとかテクニカルな演奏ではなかったということだと思います。ちなみに水谷さんの歌唱ですが、オリジナル音源では比較的落ち着いているように聞こえるんですが、信憑性の薄い情報ですが、72年京都会館とされている音源の白い目覚めという曲なんかでは結構張り上げています。それ以降、真っ白い目覚めが私を、もしくは俺を眠らせ、あるいは目覚めさせという歌詞がまだ、真昼の月が俺を目覚めさせになっているんですが、さらに特筆するところは曲のブリッジで、ウォウ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 とスキャットを入れているんですね。これはその後一切聞かれませんから、その意味で貴重です。要するに、この頃はまだ歌唱方法にも試行錯誤が見られるんですね。初期の音源ではギターの拡張性を十分には活かしていなかったように思いますが、この頃の裸のラリーズというか水谷さんは日本語を音楽に乗せるというような問題と格闘していたように思います。その表現は当時の世相ですとか、あるいはプライベートな出来事なんかも当然現れてくると思います。詩を書くということは言葉と格闘することですが、歌詞を書くというのは音と言葉の問題両方に取り組むことになるんですね。日本語でロックに取り組むというのはその当時のミュージシャンの共通の問題意識であったと思いますし、水谷さんもその方向性を模索していたということです。今回は第4回ロックでした。ロックミュージックはカウンターカルチャーの高まりから発展していったのですが、その理由は若者の人数が相対的に多かったからでした。実は今回紹介した日本のミュージシャンは鳴茂さんにしろ細野さんにしろ資産家の家系です。当時外国の最新のロック音楽を聴いて、さらに楽器を持って演奏できるのはまだまだごく限られた人たちだけだったということは言えると思います。そうした中でも命名に少ない情報でも外国のロックミュージックを吸収してやってみた。そうした試みが本格化していく中で言葉の問題にぶち当たったというのが1969年で、裸のラリーズも日本語詞の可能性を模索していた段階だったということが言えると思います。次回第5回1970年は暴力というテーマでやっていこうと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは坪内和夫でした。